では今日の両チームスターティングメンバーと予想フォーメーション、ゴールキーパー札幌は菅野です。ディフェンスが中央に家泉、右馬場、左菅、ミッドフィルダーダブルボランチが駒井と新野、ワイドに近藤、青木です。ツーシャドウは浅野とスパチョーク、鈴木武蔵ワントップ、前節と同じスターティングメンバー、中2日です。アウェーの FC 東京、こちらは少しメンバーを変えてきました。ゴールキーパーは畑野、ディフェンスライン右の長友は7試合ぶりのスタメンです。センターバック2人は森重とエンリケ・トレビザンという今日のコンビ、左にバングーナガンデ、コート小泉のダブルボランチ、トップ下に中川、ワントップディエゴ・オリベイラ、右安西、左田原積田と本当に早いメンバーが揃っています。いますね、はい。駒井スルースルーがここは合いません。ここから早いですよ、はい、中川前を向く、うん、さあかわしました。左にディエゴ・オリベイラ、中川中、右サイドも上がってくるが、そこを使って1対1シュート、菅野が止めました。いやでもカウンター早いですね、やっぱり、はい、鋭いですね。右サイドから安西相馬、シュートへの意識が非常に早い、はい、ペナルティーエリアに近いところ鈴木武蔵が少しポジションを下げます。さっきカウンター持っていかれたところ、まあ、サイドから、はい、まあ、中へのボールですよね、そこで奪われた後でしたから、馬場がワンタッチでゴールに向かっていく、決まった、札幌先制。馬場この表情、これは狙ってはないですよ、はい、はい、まあ、本人が一番びっくりしていると思いますけど、まあ、畑野選手もまさかっていう感じの、まあ、ポジショニングだったと思うんですよね、はい、あそこからやっぱり来ないと思いますよね。ここから左サイドを作りながら逆サイドサイドチェンジ、いいボールでしたよね。ここから中にダイレクトで折り返したボールなんですけど、これ頭抱えてます、はい、まあ、ここのサイドチェンジ素晴らしいですね、アラン選手、ワンタッチ中、うん、チーム全体として前に行って2点も取りに行くのか、はい、ここ浅野残しました、はい、中に入れる鈴木差し、うまくターンしてシュート打った、うまかったですね、馬場がタック取ることによってワイドの近藤が今ゴールの中央、新野持ち運ぶ、中に入れる、スパチョークする、後ろから青木のシュート、畑野ナイスセーブ、ナイスキーパー、この角度は自信持ってますよ、青木選手は、はい、前々節日本のミドルがありました、はい、力みがないですしね、しっかりと巻いて逆サイド、ナイスキーパーですね、これは、ディエゴ・オリベイラこの位置、中央持って自ら行く、前が空いた、シュートわずかに左、さすがの突破力でしたね、はい、馬力ありましたね今の。ナイスボールだ、さあワンタッチで入ってきますよ、逆サイドの田原積みだ、うわーナイスシュ、 FC 東京追いつきました、田原積みだの今シーズン初ゴール、見事なボールでした今は、はい、入り方も素晴らしい、さて1本からコウが入って、ここで逆サイドからやっぱ遅れてないんですよね、いいタイミングなんですよね、しっかりと精度の高いボールが入って、はい、動きながら簡単じゃないですよこれ、結構高いところで捉えてますから、左足でキーパーから離れていく軌道、バングーナガンデが上げて森重の前、後ろから田原積みだ、新野クリアできるか、まだこぼれて、最後は中川、もう一度菅野、うん、バングーナガンデワンタッチで言える、ここでようやく蹴り出します、いや菅野が立て続けに2つ、はい、この後早いですね菅野選手、やっぱり、はい、2発目のところですよね、しっかりと正面から入ってますから、あそこのリアクションもですよね、はい、さあ高い位置で奪って中川、
イゴリベイラ決まった。 FC 東京逆転、ディエゴ・オリベイラ3試合連続ゴール。高い位置で奪ってショートカウンター見事に炸裂。鋭いな。これで3試合連続ゴール。いや、このビルドアップに対する守備なんですよ。ここでちょっとミスがあったんですよね。ここ拾ってしっかりと、はい、この後の中川選手のこのプレーですよ。ここからターンから、ここのパスですから、少し溜めて出してると思うんですけど、いや、ここもこのタイミングないと打てないでしょうね。この左足また通してるんですよ、はい、ここ。青木に入って、中村東也高い位置、低いボール、ババ、青木ペナルティーエリアの中に入ってくる、流してアーサムには合いません。狙ったかどうか。いやー、タイミング良かったですね。入っていく、ラストパスを出したこの後ですけどね。ここからマイナス、ここからババ選手から、このタイミングで入って良かったんですけどね。縦、武蔵倒れて、オンプレオン流します。ちょっと浅野から高尾、ボールが入って、大きなシュートはースだ。最後長友か、もう一人入ってます。2人、はい、2人、はい、しっかりとボールいってましたね。徳本が縦へというところでしたが、ここで試合終了。 FC 東京、これで3連勝はピーター・クラモフスキー監督にとっても初めて。2対1、後半ディエゴ・オリベイラのゴールで見事な逆転勝利となりました。そして札幌はこれで、まあ、7試合連続先制しながらも、これ5試合連続で追いつかれる。そうですね、はい。いや、まあ、自分たちのミスからでしたから、まあ、痛いですね、この敗戦は。